ここ3試合でわずか1得点のロアッソ熊本。前回引き分けた YS 横浜に対してホームで勝ち点3をものにすることができるでしょうか。さあ改めてフォーメーション、先発メンバー確認しましょう。まずはホームの熊本はご覧のように 4-4-2 という予想フォーメーションになっています。今日はセンターバックが小笠原と小谷のコンビ、そして左サイドバックには片山が入っています。一方の YS 横浜の予想フォーメーション、先発メンバーです。こちらも 4-4-2 と予想していますが、中盤はダイヤモンドの形となります。大きく助走を取ったのは吉田ですが、宮尾が蹴ってくる、ゴール右に外れます。最初のフリーキック、宮尾が蹴っていきました。クロス上げた、シュート、真のヘディングシュートでした。少し隙が生まれた熊本、どうするか迷っているか、出しどころ縦に出した原、シュート、原の振り向きざまのシュートでした。サイドを変えた、ここに中原、中に原がいますが、その裏か、八久保、八久保が裏へ抜け出していったんですが、枠の外、これも決定的なチャンスでした。ロアッソ熊本、前線に出す北村、さあ春川月シュートだ、左で打っていきました、原和樹、さあ当てて前線に出していった、さあここはチャンスか、シュートだ、決めた、決めたのはシーン、 YS 横浜先制、新公平が決めました。最後奥田からのパスでした。今季7ゴール目、新公平、さあこのコーナーキック、ここもショートコーナー、吉田が上げて中央終了、最後は攻め残っていた4番土立でした。前線に出してこぼれ球、中原から片山、中原とのワンツーつながって通れて PK、絶好の得点チャンスが出てきました。熊本、原和樹決めた、ロアッソ同点、キーパーの動きをしっかり読んで逆方向に蹴りました、原和樹、ここはホイッスルない、倒れているが、中原大丈夫か、北村チャンス、シュートだ、正面でした、北村うまくトラップしたんですが、シュートはキーパー正面、右に出していった、さあここからのクロス上げていってヘディング、回るか小笠原、そしてヘディングだ、熊本にとっては無情のオフサイド、この小笠原のポジションがどうやらオフサイド取られたようです。そしてここで試合終了の笛となりました。1-1、今日も両チーム勝利することができませんでした。